さいうことで。はい。佐藤さとは最近気になっていることありますか <laughs> 聞きたいですか <laughs> おー、聞きたいね。そう言われると聞きたくなるね。<laughs> そうですね。あの、あのー、評価って、うん、あのー、岐阜県の飛騨高山が舞台になっているっていうことじゃないですか。それで、あのー、現場に、サルボボのなんか包み紙に入ったお菓子とかがたくさんあったんですけどす、ね、お菓子ありました。私、未だにサルボボが、 何なのかよく分からなくて気になっているんですよ。なんかお守りなのかっていう話があったりとか、<ー>最近カラフルな、あの、サルボボがあったりとか、<laughs> <laughs> ピンクとかっていうお話をいただいたりとか、と、フボボ私ファンの方からアルパカがサルボボのコスプレーをしてるアルボボをいただいたりとか、そうなんです。なので、サルボボって結局何なのっていうことを気になってるんですけど、なるほどサルボボさん。 そんなサルボボが気になってる佐藤さん演じるチタンダイルは好奇心が人一倍旺盛、はい、そこでこんなコーナーを立ち上げます私気になりますこのコーナーではチタンダイルが興味を持ちそうな情報をリスナーさんから広く募集して「私気になります」と言わせようといったコーナーですおお ちなみに先ほどの猿ボボなんですけど、ひだ弁では赤ちゃんのことをボボと言い、猿ボボは猿の赤ん坊という意味です。災いが猿、家庭円満になるなど演技の良いものとされ、お守りとしても使われている。あ、やっぱりお守りなんねお守りですね。うん、なるほどなるほど。すごい。災いが猿、家庭円満。 素敵ですね。サルバボ,ボ、サルバボ,ボ素敵。あ、すっきりしました。ありがとうございます。ということで、はい、この世界は気になるもので溢れております。例えば、うん、関東風のダッシュと関西風のダッシュの境界線ってどこなんだと。へえ、真ん中。うん何 <laughs> 真ん中ってどこだ <laughs> 静岡とか、それよりもうちょっと西側とかで、ね。でも大体ね、うなぎの開き方もそのあたりで変わってくるっていう、ねあ。そうなんですか、うん、背開きか腹開きか。 じゃあ、やっぱり、その辺なんですかね。でもね、あの、岐阜あたりが、それこそ岐阜あたりがね、日本のへそを名乗ってたりしますらね。じゃあ、岐阜でいいですかいや、なんだおいそんなざっくりとした。ねえ、関ヶ原は、ほら、岐阜だから。あねはかい。他にもですね、決まった時間に公園のベンチにいるおじいさんが水曜日だけ来ない。これ気になるのか、大丈夫か、これ。そう、おじいちゃん大丈夫ですかね。鳩やカラスの赤ちゃんでどこにいるのか。屋根の下 まあ大体巣にいますよね。そうですよね。えー、そんなイメージは。カラスなんかね、ハンガーとかで巣作ったりしますからね。うんうん、ハンガーで巣を作るんですかあの木の枝の代わりに、あの、落ちてるハ<ー>ンガーとかもってって。ゴミになったあ壊れたハンガーとか。ああいうので巣作ったりしますよ。す、えー、い。あとね、双子同士のカップルが結婚したら、っやっぱり子供もいるのか。うん、ああ、どうなんですかね、これ。 どうなんだろうね遺伝子的な問題で言うと似てきそうなもんだろうな、ね。なんか似てきそうなイメージありますけど。<ー>あと、今の女子高生にチョベリバは通用するのかまずね、リスナーさんの若い世代にチョベリバがは果たしてちょっと通じるか。私が多分小学校の4年生とか5年生とかの時に流行ってもう、 多分十何年前とかですもん、ね、僕はもう大人だったよ。はぁ行ったことのないお店で、いつものと言ったら何が出るのか。<laughs> えぇ、ー、気になりますね。うん、おぉ、気になってきてる。気になりますつなんつうことをね、募集したい,、はい。え、ちなみに坂口さんは今気になってることは気になってることお俺が気になってることはんだろう ありますか普段こう、何が気になるあれが気になるああ、気になることはたくさんあると思うんだけどね。あえてこう言うとなるとわけがわからなくなる。ああ、パッとでも出てこないですよね。こないね。私生活で、なんだろうこれって思いつつも。うそ,うそうそうそう。確かに。サルボボ以外に何かあるそうですね。気になっていること。うん。 あのー、最近、食玩シリーズがすごく気になるんですはいはいはい。あのー、のそうなんです。私、あの、てんこ盛りご飯とかのストラップを昔つけてたんですけれど、<ー>あと、今、iPhone のケースとかもいろんな種類があるじゃないですか。ああいうので、あの、スクランブルエッグがちょうどあの、カメラとかがある、後ろの面についてる。スクランブルエッグはい。とか、あとあのー、スクランブルエッグがそうなんです。スクランブルエッグが付いてたりとか。あえてスクランブルエッグが。<と> <laughs> トンカツの衣がついてたりとか、<ー>あとハムエッグだったりとか、<laughs> <ー>もう本当にそういう食べ物がついてるようなシリーズとかがあったりして。3分の,2の確率で卵関係なんだけど。そうなんです。やっぱり卵って作りやすいのかなと思ったりとか。<laughs> <laughs> なんかそういうのを、でも私は iPhone 持ってないんですけど、うん、持ってたら使いたいなと思うんですけど、実際にどんな人が使うんだろうなとか。そ、ね、れはあね。 需要があるのかなとか、すごい気になるんですよ。<ー>誰が使ってるんだろうとか。確かにね。プレゼントしたら使ってくれるのかなとか。スクランブルエッグを。そうなんです。気になったりとか。あ,<ー>ああいうあと食玩とかって、あの、何で作られてるんだろうとか、誰が作ってるんだろうとか、自分で作れるのかなとか。ああ、なるほど。作れるなら作ってみたいなっていうのは。う。例えばどんなもの作ってみたいですそうですね。なんか、今、お菓子とか、 あの、作ったりするキットありませんなんかこう、あ<ー>クリームとかをキュってやったりするやつを作ったりとか、それこそ、あの今、スマートフォンを使ってるんですけど、うん、スマートフォンのケースにつけるような、なんかこう、ステーキみたいな。<laughs> 肉だ。カレーライスみたいな。仙台だからこ、こ牛タンとか牛、牛タンとか牛タンとか牛タンとか、ん <laughs> とかずんなぶとか、ささかまとかささかとか。 仙台推しなんかそういう仙台スペシャルみたいなの作れるものなら作ってみたいなっていうふうに思うんですけど、<ー>でも実際どうやって作ればいいんだろうなとか。確かにね。そうなんです。いろいろ作ってみたいものがたくさんありすぎて、ただそれが、あのー、自分で作れるキットみたいなのがあるのかどうかっていうのは、私、気になります <laughs> <laughs> だって、それっぽくまとめたも<や> <laughs>、うん。 <か>なんかね、この企画はあのー、はい、場合によっては我々が見に行ったり、外に繰り出して、検証しに行くこともあるらしいですしょうええー。だから我々に見に行って欲しいものがあったりした場合も、ここに、<あ>このコーナーに。なるほど。あ、じゃあ,あの自分でメールを作って送ることもできるんですかお自作で、ね。<laughs> なんで自演しちちゃった持込みそんなにメール来ない企画じゃないと思うんだけどそうですよね皆さんきっと気になってることたくさんありますあると思いますよなんかきっと収録の時どんなことやってるか気になりますみたいなまあそういうのでもいいですよスタジオはどうですかとかねそういう気になるでもいいですけどお金関係とかそういうのはやめてほしいですねそうですね大人の事情がわらんでるんですか 怖いね。したくない。したくないね。怖い怖い怖いね。そうそうそう。人物相関図とかはね無理なんでね。はいはいもう私はなんか胃が縮み始めてる。怖い。ええ怖いです。ということでね当たり障りのない気になることを送っていただければということでねチタンダさんに私気になりますと言わせることができるのか。スタンダさんが興味を持ちそうな情報を送ってください。ませお待ちしております。